始まるよ。皆さんこんにちは。本日はこれいきましょう、スキャンダルの違いってね、スキャンダルってのはたくさんありますよね。とにかく危機管理とか、それスキャンダル管理のことですからね。もうとにかく、すぐ刺されちゃいます。週刊誌、それからなんだ、マスコミ、マスメディア、もうあいつらこればっかり狙ってるっていう、なんて、なんか世の中の正義感ぶっててね、実際全然違いますよ。ところが中国ってのはそうでもないんですよ。中国ってのはスキャンダルってあんまりないでしょ。君子を重からざればいいあらずって言って、堂々としていさえすればそんなスキャンダルに合わないんです。堂々としないで、日本人はよくね、謝っちゃえばいいんだ、謝っちゃえばって言うじゃないですか。謝ってもダメですよ。どんなことをしてもね、謝ればいいと思ってる。あの、それ調子込んで、外国にもそれ言われるでしょ。だからずらーっとテレビの前でごめんなさいって頭下げてるじゃないですか、トップの人が。あれが何がいいかってね、あんなことしてもダメですよ。認めちゃうだけですから。認めては絶対にいけないってことですから。それずるいかずるくないかってのは別問題ですよ。上に立つ者は堂々としていればいいんです。これ上に立つ者、これ中国ですよ。中国のことね。上に立つ者は堂々として、まあ中国だけじゃないですね、日本以外みんなこうですね。上に立つ人はね、で、優しさとか異常なね、それから慈悲深さ、そのまま出しちゃうとこれ舐められますよ。そのまま出しちゃうとね、もちろん優しさとか慈悲深さはありますよ。なければダメなんです。これ論語にも書いてあります。でもそのままやたらと出しちゃうとこれ舐めちゃいますね。それから過失というのはしないことになってるんです。過失はないんです。何をしてもそういう人の立場がそうさせるんだということですね。ちょっと日本人はね、例えば政治家が、あれですよね、逮捕されないとか、これはもう法律に決まってますから。それから、グリーン車に乗ったらなんだかんだ言われるとかって言うじゃないですか、ね、あれはだから役得っていうふうなことじゃないんですよ。当然上に立つ者の持つ権利なんですよね。役得と言ってもいいですけども、そういうことをすると庶民感覚で何でもやってしまいますね。今日本は庶民感覚で、小学校中学校の先生方が学校に車で来るときに駐車場代払うっていうところもあります。文句が出るんですよね。役得でしょ、あのくらいはいいと私は思うんですけれども、あの週刊誌、文春かなんか一発やったら終わっちゃいますよね。堂々としてればいいんです、その時にガーッと言えばね。それで、あの中国ではこれがあるんですよ。賄賂の額とネットワークだけなんです。もしも何かあったら賄賂の額が多すぎる。みんなもらってますよ、みんなもらってんだけども多すぎるんです。それからネットワークが、間違ったネットワークを使っちゃうと足をすくわれます。これ難しいですよ。これだから日本で、あ、中国ですね、中国のこと。でも日本はどうなのか、これはまあ皆さん興味があるところだと思うんですけども、日本はらしからぬっていうことでスキャンダルが起こるんですよ。これはないですね、他の国には。らしからぬ、有徳者らしからぬ。先生かなんかそうです。先生っていうのは有徳者、徳の高い人、人格者であるべきだっていうのをみんな植え付けられてるでしょ。全然違いますよ、先生だってね。だからそういう人たち、有徳者らしからぬからこんなことをした、こうなっちゃいますね。あんなことをした先生には教わりたくなって、こうなります。だから地位らしからぬ、市長である、あのだから地位にふんぞり返ってその地位をいいことにしてやってるってことになっちゃうんでしょうね。みんなそういうことになってないのにそういうふうに見ちゃいます。知事さんらしからぬ、総理大臣らしからぬ、それからお金持ち有名人らしからぬ。これはね、どっちかっていうとね、ずるい、これが入ってますね。日本ではあのスキャンダルの中にずるいっていうのが入ります。あの人はずるい、大金持ちのこと。でもこれじゃ責めきれないですよ。このくらいぐらいじゃね、起訴なんかされません。それはもう起訴されなくても社会的に抹殺されちゃいますからね、これね。だから他の国の一般的例のスキャンダルってのはこんなもんですよ。薬物とか女性とか違法ですよ。このらしからぬってのは違法じゃないですよ。そうっぽく見えないだけですから、ずるいっていうのも違法じゃないです。これも違います。だから他の国ではもうこの3つですよ、大きく分けてね。違法か女性か薬物です。これあの薬物っていうのはまあとにかく
中国古代にはなかったですけども、女性と違法っていうのはあったんですよ、この頃もね。ただそれでも堂々としていれば逃げ切れたんです。で、日本の場合スキャンダルをもらうと復活再生することはないで、もう一生抹殺されます。日本ってこういう国ですね。恐ろしい国ですよ。日本は死刑と一緒です。社会的に抹殺されます。政治家もう出てこないでしょ。二度と出てこないですよ。二度と受からないです。これはだから芸能界もそうですよね。薬物をやった、あれ不倫をしたってなっても出てきても、出てきた人いますよね。いても、人気は下がるか、あんな人だったっていう頭が必ずあります。これはそれからスポーツ界なんてね、清原なんかそうでしょ。薬物やっちゃったら大きな顔はできないですよね。みんな清廉潔白で正しい人ばっかり残ります。学者もそうですよ。このね、政治家、芸能界、スポーツ界っていうのは変わりは出ます。いくらでも変わりは言います。でも学者っていうのは変わりって出てこないんですよ。一昔前、おぼかたっていう人いましたよね。あの人のために、ノーベル賞をもらうかもらわないかぐらいの学者が自殺しましたよね。これ政治家でも自殺する人いるかもしれない。これ忖度してね。でこういうところっていうのは死刑と同じですよ。これ日本のスキャンダルっていうのは異常です。これで中国っていうのはね、堂々としていればなんとかなるんです。任期中はね、あの外国でもそうですね。なんだっけな、あのイギリスの首相がいたでしょ。あの人があの辞めましたよね。あの人は最後まで堂々としました。堂々と辞めました。でこういうのはね、あの卑屈になってしまうともう終わっちゃうんです。やっぱり上にいる人はね、それなりの堂々と謝っては絶対ダメです。謝りなさいってよく言いますけども、謝ってしまったら罪を認めること。でも罪っていうのはね、その人が本当に自覚しないでする罪っていっぱいあるんです。これ東電とかそっちもそうですよ。自覚なんかしてないですよ。あれはやろうと思ってやったってことないんです。でもごめんなさいって言うと、やろうと思ってやったっていう意味になっちゃうんです。これ絶対ダメです。日本人の一番悪いところ、それで、抹殺してしまうっていうね。私が思うにはこれはね、本当にもう死刑以上にひどいことだと思いますけど、あの帰り咲きとかいうのできないんですよ。あの相撲もそうでしょ。今阿炎が活躍してますけど、やっぱり一物ありますよね、味方がね。浅野山が出てきますけど、そうかもしれない。今度強いんです。あ、学者ちょっとかわいそうですよね。いつもこういうのがあります。で、あの君子の君子というのがいあるっていうのはね、それなりのことをしてるからということなんですよ。それはね、庶民感覚でこういう人たちを見ちゃダメですね。これはとてもあの難しいことなんですけどね。政治家、芸能界、スポーツ界、まあ、ここまではね、有名人なんですよ。とにかく何かの実力を持ってる人なんです。みんなが持ち上げちゃって作っちゃった人、すぐ怒っちゃいますから。そういう人っていうのは、あの例えば WBC で優勝したその時の人が何かやったらもうすぐつつかれますよ。だけども俺はやってないって言うんですよ。結局、こういうことですよね。あのなんだろう、謝ったり優しいことをしたり、慈悲深い人っていうのをね、よくだ言うことを聞く先生なんかですよね。そういう先生は父兄から突き上げられます。突き上げられます。でも先生自体がおっかない先生とか、ものをピシャーッとはっきり言う先生、論理的に、そういう人は PTA から突き上げられないんです。あんまりめんどくさいから。で、弱いところに弱いところに行きます。日本はこれがだから抹殺しちゃうってことをね、なんか快感なんでしょうけど、もうすごく歪んでいますね今ね。あの基本ですよこれ。重からざればいいあらずっていうのは、先生が今教員、あるいは上司、今上司っていうのはパワハラセクハラでもビクビクしてます、どこの企業でも。でもガシーって言って、あのスキャンダルがなんかなっちゃった、新聞に取り上げられちゃった、やめちゃえばいいんですよ。もうそういうことはね、新聞をガッて言っても新聞は絶対に負けないですから。あの絶対に負けない部分を持ってますから、まあ、少なくとも取り上げられる前に胸を張ってればいいんです。最後まで胸を張ってる、謝っちゃダメですね。私そう思います。中国が謝らない国だっていうのは正しいんです、ある意味で。日本も少しそういうところをね、真似した方がいいですね。すぐ謝りすぎます、謝罪しますね。なことはないです。威張ることにならないですよ、
謝るっていうのは筋を通すことですからね。そういうところもちょっと論語から勉強した方がいいと思います。本日は以上です。